ジェムチュクは、ロシア海軍の防護巡洋艦で、イズムルート級の一隻艦名の意味は真珠。1904年に、タリン港で取られたジェムチュク。ジェムチュクは、日本海軍により満州や朝鮮における、ロシアの支配に対してもたらされる脅威の増大に対抗するため、旅順を呼び、ウラジオストクを拠点とする太平洋艦隊の増強計画の一部として、 発注された。サンクトペテルブルクのネフスキー造船所で1902年6月1日に、アレクセイ・アレクサンドロビッチ大公の出席のもと寄しかし、巡洋艦のビークの建造が優先されたためジェムチュクの建造は遅れた。1903年8月14日、皇帝ニコライ2世の出席のもとで浸水。11月に起きた洪水や12月の吹雪などにより、 建造の遅れは続いたが、1904年に日露戦争が始まると建造は大幅に加速された。1904年7月26日に闘病のテストが完了し、8月5日には速度試験が実施された。ジェムチュクは1904年8月29日に収益し、太平洋艦隊の第二太平洋艦隊に配属された。 1904年9月27日、ニコライ2世の出席するレバル沖での観艦式に参加。その翌日、極東に向け出発した。日本海海戦でのジェムチクの被害の様子。1905年6月、マニラ湾で撮影。ジモビーロジェストベンスキーが指揮し、ジェムチクも属する第二太平洋艦隊は、日本軍の包囲下にある旅順の救援を意図していた。 途中のタンジールで、ジェムチュクは、本体と別れ、スエズ運河を通過して、マダガスカルで、再び合流した。インド洋通過中ジェムチュクは、主力艦隊の石膏として働き、しばしば分派された。航海中の艦内の状況は最悪であった。航海のため化石採された石炭は、乗員の部屋にも積まれ、また乗員は、不慣れな熱帯の暑さに苦しんだ。 食事や衛生状態も悪く、機械は頻繁に故障した。マダガスカル沖で一人の乗組員が暴れ、射殺された。1905年5月27、28日、ジェムチュクは、エンクイスト提督の巡洋艦隊の一員として、日本海海戦に参加した。ジェムチュクは、日本艦隊に対して、最初に発砲した艦の一隻である。ジェムチュクは、 戦闘で17発被弾し大きな損害を受けた。乗員12名が戦死し、32名が重傷を負った。なんとか逃走に成功したジェムチュクは、巡洋艦アブローラやオレイクと共に5月21日に、中立港のマニラに着き、5月25日から戦争終結まで抑留された。ジェムチュクは1905年10月に修理され、現役に復帰した。 1905年のロシア第一革命では、ジェムチュク上院も反乱を起こし、ウラジオストクの暴動に加わった。動揺が抑えられると上院は逮捕され軍法会議にかけられた。1905年から1910年までジェムチュクは、ウラジオストクを母校としていたが、修理が十分ではなく短期間の紹介や、時々行う挑戦、日本。 中国への航海しかできなかった。1910年の大半は、整備に費やされ、1911年には、シベリア召喚隊の帰還になった。1912年には、予備役となり、1913年から1914年まで、上海の外国人居留地や長江で、ロシア国民や経済権益を守る警備官となった。1914年5月、 ジェムチュクは、ウラジオストクに戻り、男爵の IA チャーカソーフ司令官が艦長となった。1913年に、上海で取られた、ジェムチュク。第一次世界大戦が始まるとジェムチュクは、ドイツ東洋艦隊追跡にあたる、連合国統合任務部隊の一員となり、ベンガル湾で、日本の防護巡洋艦、チクマと共に活動した。 1914年10月28日、ペナンに停泊していたジェムチュクは、ドイツ帝国海軍の防護巡洋艦、エムデンからの攻撃を受けた。撃沈されてマストのみ出した、ジェムチュク。この時、ジェムチュクは修理とボイラーの清掃のため10月26日に、ペナンに到着していた。連合軍の艦隊司令官、マーティン・ジェロムの忠告に反し、チャーカソーフは、 大半の乗員に上陸許可を与え、すべての魚雷の新艦を外し、甲板上に保管された12発を除き砲弾はすべてしまい込まれた。チャーカソーフは、夫人の友人と共に、ジョージタウンのイースタンオリエンタルホテルにいた。艦に残っていた乗員も見張りはせずパーティーを開いていた。エムデは、イギリス軍艦に偽装して、ペナンに現れ、それから、 ドイツの軍艦機を掲げて、至近距離からジェムチュクに対して、主砲と魚雷で攻撃した。魚雷は、ンビ煙突付近に命中し、ンビの方を破壊した。ジェムチュク上院は、全部の方で反撃を試みたが、校内の味方商船に当ててしまった。続いて、エムデンからの二発目の魚雷が、司令塔の側面部に命中し、ジェムチュクは分断された。爆発により、 乗員89名が死亡して143名が負傷し、ジェムチュクはすぐに沈没した。ウラジオストクで開かれた軍法会議で、チャーカソウフは重化室の罪で禁錮3.5年となった。また副長、クーリーベンも禁庫18ヶ月となった。刑期は皇帝により後に10ヶ月に減刑されたが、二人は階級や勲章。 ロシア貴族としての地位を剥奪された。死者のうち82名はペナンに埋葬されたが、残りの7人の遺体は発見されなかった。1914年12月に、巡洋艦オレーク2よりジェムチ区クの12センチメートル速射砲が引き揚げられた。その後、ジェムチ区クは1920年代にイギリスの業者により引き揚げられ、解体された。ありがとうございます。